始まります、はい、こんばんは。2月29日第279回しゃべくり松代です。2月も今日で終わり、明日から3月と言いますのに、今日は朝の冷え込みはなかったものの、昼間は雨が降り出し、そして午後には雪になりました。今大変冷え込んできています。とは言っても明日から3月、3月といえば3月3日からはひな祭りです。今日は3月3日から始まります松代でひな祭りについて、松代ひな祭り実行委員会の実行委員長佐藤正次郎さん、そして事務局の半田博子さんと松浦文子さん3名の方にひな祭りについていろいろお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。今年は第14回になります松代でひな祭り、全体にどんな内容なのか佐藤さんの方からまずお話をお願いいたします。はい、この松代でひな祭りは子どもたちの健やかな成長を願うということは一番の核でしたんですけども、それに伴って松代の町のにぎわいをということで、それを数えて14回を迎えました。今年は信州松代真田大博覧会という銘打ちまして、松代が今追い風が吹いております。その真田信州松代真田大博覧会、その中の一番最初のイベントとして真っ白でひな祭りが盛大に行われるということは実行委員長として、大変誇らしく思っております。3月3日から4月3日という1ヶ月間ですけども、文化財それから公共施設真っ白の町内の商店に各商店に、おひなさんを飾りまして皆さんのお越しをお待ちしております。いろいろなイベントがございますので、また事務局の方からイベントの内容やなんかをお話があると思いますけども、真っ白に来てぜひ楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。それでは今お話ありましたいろいろなイベントについて半田さんの方からお話いただきたいと思います。はい、ではイベント名をご紹介いたします。詳しい内容についてはこの後それぞれの担当の方から説明いたします。3月6日には流しびな、それから布の鬼ひな作り、ひな祭り文化祭、それから松代町内にはひな人形を90箇所ほど飾っております。それから六文銭スタンプラリー、それから信州松代当選挙選手権大会、ひな祭りミニコンサート、真田十万石の城下町に残る武家屋敷見学とひな巡りお昼付き、それから松代春の箱膳体験会、そういったところを予定しております。はい、ありがとうございました。それでは主な行事についてそれぞれの担当から詳しくお話をいただこうと思います。日にちを追ってですが、3月3日から始まりますけれども、3月の5日に行われます、布のミニひな作りについて松浦さんの方からお話しください。はい、毎年好評です。この松浦でひな祭りの布のミニひな作りですが、3月5日、場所は、松浦町歩きセンターの伝承館で行います。材料費500円、光っちゃうかな、それから、いいですか、すいません、これができるできたものですが、申し込みが必要です。で、持ち物は裁縫道具一式で、定員が一応ございまして30名ですが、まだ、10名ぐらいはまだ空きがありますので、皆さんもどうぞ応募してください。はい、またこの布とかこういうちょっとした小物はみんなこちらで用意できますって用意しておりますので、
簡単にできます、はい、ぜひお楽しみになってください、はい、例年これも大変人気で皆さん ね大勢おいでいただきますよね。そうですね。で、はい、ご指導も実は松下さんという本当に私どもにしてみれば先輩の方が主になって、で大勢のボランティアが一緒に教えてくださいますので、皆さんどうぞお出かけください。それでは次に3月6日の日曜日に行われます流しびなについて半田さんお願いいたします。はい、流しびなについてご紹介します。こちらは、だいたいいつもこれをオープニングのような捉え方をして行っております。3月6日の日曜日、場所は増山神社です。9時半から受付を開始して、折り紙でお雛様を作ります。お雛様をお持ちの事前にも作ってお持ちの方は10時15分までにお越しください。10時半からは増山神社の神主さんのお祓いをしていただきまして、50分から歌とお話、11時から竹山川でお雛様を流します。流した後にお土産と甘酒のサービスがありますので最後までお楽しみください。参加費は無料です。事前のお申し込みも必要ありません。小学校の低学年以下のお子様は保護者の方ぜひご同伴でお願いいたします。はい、例年こちらも大変大勢の方がお見えになりますけれども、例年何名ぐらいお見えになってましたかね。そうですね、300名ぐらい来ていただきましたね。そうですね、スタッフも結構当日は多いんですよね。そうですね。お雛様を売るところでボランティアの方がたくさん皆さんに教えてくださっていて、で、流すまでの間のいろいろなところにもボランティアが関わっていまして行われる事業ですね。大勢の皆さんにおいでいただければと思います。ではその次、今年真田大博覧会ということでひな祭り文化祭が行われますが、そのことについて佐藤さんお願いいたします。はい、3月19日の土曜日なんですけども、真っ白文化ホールでもって、ここのチラシには10時からって書いてあるんですけども、実際は11時ぐらいから、会場っていうような形になるかと思いますけども、皆さん、大門踊りとか木遣真っ白会とかいろいろな団体の方がステージ発表いたしますので、ぜひ、見ていただきたいと思います。はい、松代には本当に伝統文化がいろいろ残っておりまして、真田大博覧会の中でぜひそういうものをおいでになった皆さんにというお話もございまして、今回はひな祭りに合わせてひな祭り文化祭ということで松代文化ホールで行うことになりました。松代の方はいつも割と見ているものではあるんですけれども、それでも松代文化ホールで行いますので、ぜひ大勢の方においでいただければというふうに思います。はい、それでは次は、ひな巡りなんですが、ひな巡りは行われるのが3月26日で、ちょうどその日に佐藤さんが担当しています着物を着れるという体験ができるという催し物もありますので、その辺について佐藤さんの方からお願いいたします。私もイコールド真っ白クラブの中の着物専科の代表という形でもって今回、長期間にわたりますね、真田大博覧会、その中の、でもって私たち、着物専科の会員が真田邸でもって着物を着付けて、それで真っ白を体験していただこうというような形でもってお手伝いしているわけなんですけども、そのちょうど同じ3月26日はひな巡りも同時に開催いたしますので、着物を着付けていただいていて、おひな様を巡ってみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ真っ白の街の中を歩いていただきたいなと、そんなふうな思っております。はい、で3月26日に行われるひな巡りですけれども、これは真田十万石に残る武家屋敷を巡り、それと一緒におひな様を巡るという催し物です。でこちらは、午前10時に真田邸の前に集まっていただきまして、それから真田邸、それ樋口家住宅、横竹住宅などを回りまして、
そして、町の中のおひな様をいくつか見た後、梅田屋さんで昼食をとっていただいて、また午後も町に残るさまざまな時代のおひな様を巡っていただくということになっています。こちらは事前申し込みが必要で、昼食代、入館料も含めて、2200円の参加費となります。お申し込みください。それでは続いて当選挙大信州松代当選挙大会例年行われておりますが、こちらについては松浦さんの方からお願いします。はい、毎年おひな様の時に開いております信州松代当選挙選手権大会、とても楽しい行事です。初心者の方も大歓迎なので、興味のある方ぜひご参加してください。日時が3月20日午後1時半より、会場が松代の、大英寺信徒会館、これは小松姫のお玉屋を本堂にしておられる大英寺さんで開きます。松代支所の近くですので、すぐお分かりになると思います。参加費が1000円で、これは申し込みが必要です。まだやります。これは本当に、年齢とか経験とか体力も全然関係なく楽しめます。また試合といいましても、その前にいろいろ練習をしたり教えていただけますので、その後賞品賞状参加賞なんかもあります。大変楽しく過ごせますので、ぜひご参加してください。はい、当選挙あれは私もやったことがあるんですけれども、一番初め教えていただいて、こう何にも考えないでさっと投げると結構いいところ行くんですね。でその後少しこう考えて、こうやったらいいかな、こうああやったらいいかなっていうふうに少し欲を出してしまうと、なかなかうまくいかなかったっていう記憶があります。でも、うん、でも誰でも体験していただけるので、ぜひね大勢の方出ていただければというふうに思います。そうですね、はいはいはい。それから先ほどから言ってますように、松代町内、およそ90カ所におひな様が飾られていて、そのスタンプラリーについてお願いいたします。はい、こちらのようにマップチラシを持ってのスタンプラリーになります。はい、このマップチラシは、おひな様の展示会場に置いてありますので、最初のところで撮っていただいたら、そこでスタンプを押して6カ所集めてください。ちょっと条件がありまして、1箇所だけは文化施設、町内7箇所ありますが文化施設で押してください。あとの5つはどちらで押していただいても構いません。そして、応募していただくと特賞は5000円相当の、松代の特産品が当たります。その他にもたくさん商品用意しておりまして、なかなか競争率が激しくなると思いますが、皆さんどしどし応募してください。はいはい、昨年も大変多くの応募がありましたよね。はい、はい、それから確か北海道の方が特別賞でした ね、 ね、はい、一番遠くから見えた方に特別賞として差し上げることになっています。はい、それでは半田さんに真田大博覧会関連事業を少しご紹介いただければと思います。はい、真田大博覧会では文化施設で体験ができるというのも一つの目玉として、1月から、いろいろやっておりまして、3月も体験いろんなことができます。まず真田邸では、先ほど雛巡りのお話もありましたけれども、着物の着付けができます。それから茶道の石州流のいろいろな作法なんかを学ぶところと、あとその日同時に、真田邸茶会ということで、こちらはお申し込みなくても500円でお抹茶とお菓子を召し上がって、ちょっと武家屋敷でいい雰囲気を楽しんでいただけます。それから八橋流奏曲ということで、こちらも長野市の指定文化財ですが、そういったお琴のお勉強もできます。それから、山寺定山邸の方では、お香といういろいろなお香のを当てっこゲームっていうんですけれども、まあ、そのようなもので香道の篠流さんの体験、こちらも最近すごく好評で、もうすぐにいっぱいになってしまうんですけれども、まだもうちょっと空きがありますので、よかったらお申し込みください。
それから文部学校では武道を2種類、弓道と古武道の体験ができます。弓道ちょっともうそろそろ埋まってきてますが、まだちょっと空きがありますので、お早めにお申し込みいただきください。それから、もう一つちょっと計量が変わったところなんですけれども、真田大博覧会の関連事業ということで、河野義則さんという武道家の方をお迎えして、3月27日文部学校で、武道の、武術で知る心身の使い方との学び方ということで、また武道とちょっと離れた生活に生かしたような、そんなお話もしていただける予定です。こちらの方はお申し込みは必要ありませんので、直接当日、1時から受付いたしまして、1時半から始まりますので、こちらの方もお越しください。はい、ありがとうございました。その他に、3月21日にはひな祭りミニコンサートが樋口家住宅で行われますし、レコード松代で毎年行っております松代写真コンテストの巡回の、作品展もそれぞれの会場で行っております。樋口家住宅、前島家住宅、寺町商家で、この期間中行いますね。山寺定山寺定山寺定山寺ですね、失礼しました。はい、いろんなことを楽しんでいただける1ヶ月と思います。それでは最後に一言ずつ、もうたくさん の企画がありますので、本当に楽しめるものばかりです。ぜひ皆さんお出かけください。ひな祭りと関係ないですが、今日出来たてほやほやのエコールドのチラシもありますので、4月からもいろいろと松代やってます。来てください。松代は真田家の、城下町です。ぜひ松代の、真っ白で今回は、真田大博覧会を行っておりますので、ぜひお越しください。はい、本日は松代ひな祭り実行委員会の佐藤実行委員長、それから事務局の半田弘子さん、松浦文子さんにお話を伺いました。どうぞ皆様、松代でひな祭りぜひお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました。伊田さん、はい、よかったですね。いや、松代でひな祭りもう14回ですね。いいね。私もね、何回かね、お伺いしてね、流し雛とかね、当選状とかね、これ文部学校や保護館はじめね、90箇所でこう並べてありましてね、素晴らしいですよ。素晴らしい。感激しましたよ。まだできてないんだよ、これからやるんだよ。去年おととし見てみましたね。あ、そういうことね。今年もまた見に行こうと思ってます。はい、あ、いいじゃないですか。はい、お知らせを。はい、お知らせ。はい、学用品のね、ご寄付を求むっていうのでね、これがね、真っ白ボランティアセンターでね、やってるんですね。で、何がいいかなって言ってね、新品のノート、鉛筆、シャープペンシルとかね、消しゴム、定規だとかね、いろいろあるんですね。やっぱりね、新しいのがね、いいなんですね。これどっかにあるですか？これで、寄贈してっていうかね、これでもって3月19日にね、ふれあい福祉センターでね、学用品市場っていうのやるんですって、だからそれに合わせてちょっと募集をしてるっていう形でね、ぜひね、あればね、まあ無駄にならないように ね、うちに置いといてもしょうないねっていうとね、ぜひね、有効活用っていう形で、はい、ぜひお願いしたいと思います。はい、司書のそばにありますね、社会福祉協議会真っ白ボランティアセンターへ持ってきていただきたいという方でございます。はい、お願いします。はい、じゃあ続いて、はい、来週ね、これ真っ白だって、真っ白でホームシティによる国際コール、ね、宮坂さんじゃない、私じゃん、ね、どういう話をするんでしょう。聞いてる？聞いてますよ。今も言いました。いや、その通りですよ。その通り。いや、はい、実はね、この樽口さんって方なんですけども、長野オリンピックあった年、確かね、あの年からです。始めてるんですよ。それでね、中国や本当にどこだっけ忘れちゃった。聞いたけど。まあこんな聞くんだね。はい。
という本当にね、うん、世界各国からね、うん、あのおいでになってるんですよ、うんうん、でご自分もね、うん、そのなんだ総合交流っていうんですかね、うん、その相手の国もね行ったりしてるんですよ、うん、そんな話もね多分行けるんじゃないかな、うん、あそうです、うん、すごくね楽しみにしてます。あ本当え三田さんも楽しみにして。あ了解です。はい、はい、じゃあそういうことで、はい、じゃあ来週ですね。はい、はいはい、それではどうぞよろしくお楽しみに。